DJ 太郎がお届け Hello World。 ここからは今輝いている企業にフォーカス Working Hero のお時間です。今日ピックアップするのは株式会社 YouSam。 まあ皆さんに音楽をお届けするということでは私たちラジオと似ているところもあるんですが、設立から50年以上の歴史を持つ YouSam、 一体どんな、企業名なんでしょうか。はい、株式会社 YouSam 人事部の西村俊哉さんにお話を伺ってみましょう。YouSamは創立から50年を迎えまして、従来ずっと続けてまいりました BGM の音楽配信サービスを中心としまして、洋楽邦楽問わず大変多くのチャンネルをお届けしております。オフィス向けのクラウドサービス中心としたネットワーク等々のソリューションのサービスであったり、幅広くお客様のお役に立てるような価値をどんどん提供していこうという形でいろんな事業を展開しております。従来の音楽配信サービスに加えまして、昨年12月からですね、スマートフォン向けに、我々の音楽配信サービスもお届けしようということで、その名も、スマホで YouSam というサービスをスタートいたしました。こちらに関しましては、700以上のチャンネルがありますので、個人のお客様のさまざまなシーンに合わせてどこでも、我々の音楽を楽しんでいただけるというようなサービスになっております。これまでの従来の YouSam放送のサービスでも、あとはスマホで YouSam でも両方でお楽しみいただけるのが、例えば、羊の数をですねずっと数えて、こう皆さんが眠りにつくのをサポートしていくようなチャンネルであったりとか、あとは、鐘の音をですねずっと鳴らし続けてですね、まあ落ち着くなというようなことを空間を提供するようなチャンネルも変わったところでは一つありますし、あとスマホで YouSam の方ではですね、語学の番組も用意しておりますので、まあ、ぜひいろいろ聞いてみていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございますね。まあそういう意味では新旧用法ね、一切もウェッサイも含めてですけど羊を数えてるチャンネルがあったり、彼の音をね、そしてまあスマホでは語学もということで、非常にこうもちろん幅広いね、まあ音を今までも提供してるわけですよね。店舗やオフィス、病院や学校、そして公共施設に至るまで、まあ、あらゆる空間に適した音楽を提供している、いわばまあ日本の BGM 優先ね。アリバイっていうチャンネルが好きでしたね僕ね。踏切の音がずっと鳴ってたりとかね、ジャンソーの音とかすごいんだこれと思ってね、そんなのまでありました。で現在はですね、音楽配信だけではなくグルメ情報サイト人皿の運営、これもそうなんですね、行っていると。でそんな YouSam、 現在2015年度の新卒採用も行っております。 YouSam の採用スタイルがねちょっとユニークな方法なんですよね。YouSam の新卒採用活動におきましては、まあ、面接と呼ばずにインタビューと呼んでおります。面接と聞いてしまうとどうしても、まあ、面接官が上で学生の方が下でちょっと緊張しちゃうなというような空気がやっぱり出やすいのかなと思っておりますので、まあ、我々も皆さんの特徴であったりとか良さをインタビューしますし、学生の皆さんも YouSam はどんな会社なのかなと、この人はどういう人なのかなということを遠慮なくインタビューしていただければなと思っておりますので、双方向でコミュニケーションが取れるように、まあ、インタビューという表現で行っております。あとカフェテリア方式というスタイルも取っております。これもまたですね、あの面接に行って何聞かれるかわからないなというドキドキした緊張感の中ではなかなか本来の、自分の、気持ちとか感情意見を言うことも難しいのかなと考えておりますので、自分が一番表現しやすい、自分が一番自信を持っている選択肢質問項目を、まあ、カフェテリアでメニューを選ぶように選んでいただいて、事前に準備をしてプレゼンしていただくと、その上でいろんなコミュニケーションを取らせていただくというやり方を取っています。5月の、まあ、中下旬もしくは6月の上旬をめどにですね、最後の開催を予定しておりますので、ぜひご興味ある方はエントリーご応募いただきまして、説明会の参加をお願いいたします。お会いできることを楽しみにしております。方式とかね、カフェテリアで好きなあの答えを自分で選べるとか、まあ、面白いですよね。まあでもなんかあの得意な部分をやっぱりこうね、うまく得意なことほどうまく話すのって実は難しかったりとかするんですけど、そこでどれだけやっぱ自分の思ってることをインタビューで伝えられるかとか、そういうとこも大事だと思うんですよね。はい、学生の魅力を最大限に引き出すためにですね、採用する側の企業もいろんな工夫を
凝らしております。で、まだチャンスあるので我こそはという方エントリーしてみてはいかがでしょうか。 Working Hero 明日はですね、優先が求める人物像にフォーカスします。楽しみに。